本日お集まりいただきありがとうございます。ただいまから知事の臨時記者会見を行います。本日の発表事項は令和3年11月定例県議会追加提出案件についてです。それでは長崎知事から発表いたします。はい、すいません、お待たせをいたしました。大変申し訳ありませんでした。それでは始めさせていただきます。令和3年11月定例県議会への、追加提出案件につきましてご説明申し上げます。本日、11月定例県議会に予算案1件を追加提出することといたしました。国においては、先月26日に、コロナ克服、新時代開拓のための経済対策を、盛り込みました補正予算案を閣議決定したところであります。本件におきましてもこれを最大限活用し、特に緊急性の高い事業につきましては早期に開始ができるように追加の補正予算を提出するものであります。補正予算額ですが25億円よ。その内容は大きく2点となっております。1点目ですが、無料で受けられる検査の拡充です。現在国においてはワクチン接種あるいは検査での陰性証明を条件に飲食やイベントなどの行動制限を緩和するワクチン検査パッケージの導入が進められております。この制度の開始にあたりまして健康上の理由や年齢によってワクチンを接種できない方がいることから、こうした方々が医療機関で検査を受ける場合にはその費用を無料とするべく予算措置を講じてまいります。対象となりますのはアナフィラキシーの既往歴がある、などの理由があり、医師による証明を受けた方、あるいは、接種ができる年齢に達していない12歳未満の子ども、など、やむを得ず、接種を受けられない方を対象といたします。また、感染拡大時、には、ワクチン接種の有無にかかわらず感染の不安がある方は薬局において無料の検査を受けられることといたします。風邪症状のある方はこれまでと同様医療機関を受診していただく必要がありますので、今回の検査の対象は無症状の方のみとさせていただきます。いずれも予算を議決いただいた後年内の検査開始を目指し早急に準備を進めてまいります。2点目ですが、生活が苦しい方々への自立支援金の支給であります。生活福祉資金の特例貸付が受けられなくなった世帯に対しましては本年7月から最大30万円の自立支援金を給付してまいりました。今後国の制度改正に合わせまして支援金の申請期間を延長するとともに2回目の支給を受けられることとし、より手厚い支援を行ってまいります。以上が11月定例県議会の追加提出案件の概要であります。以上です。はい、それではこれより、発表事項に対する質問をお受けいたします。質問の内容はですね、本日議会当日でもございますので発表事項に関するものに限らせていただきますのでご了承願います。では質問がある記者の方は挙手の上、はじめに所属氏名を名乗ってから質問をお願いいたします。いかがでしょうか。はい、ゆきわさん。すいません、テレビ山梨の末田と申します。2点をお伺いしたいんですけども、今回そのワクチン無料の、対象になる回数といいますか人数というのは何回分とか何人分を想定しているのかということと、あともう一つ、その感染拡大のその基準、感染拡大時の基準といいますか、何人以上になったらとか、そういう基準はあるんでしょうか。人数は、財政課長さん。財政課長でございます。ワクチン検査パッケージに関する検査 の想定の回数ですけれども、回数は積算上の4万9000回、というのを想定をしています。以上でございます。それはタイミングに関しましては、24条9項に基づく要請を、これ無料検査の、感染拡大時のその検査に関しては、特措法に基づく協力要請を防災員として行います。この協力要請は、感染アラートが、黄色レベル、人口1万人あたり感染者 1.5 人以上とする予定です。よろしいでしょうか。はい、他に質問のある方は
あ、はい、サニーさん。サニー新聞記者です。今回の追加でもらえたやつっていうのは、今緩和を条件をグリーンゾーン の施設で要件緩和してやってらっしゃいますけど、それの陰性証明とかにも使える。もちろんです、もちろんです。他はいかがでしょうか。サンケイさん。サンケイヒロです。今の質問と同じなんですけど、グリーンパスの方で今回オミクロンを想定してですね、ドラッグストアでの、検査についてはちょっとダメにして医療機関のみにしてるんですけども、今回その対象としてこのあくまでもこの今回の無料パッケージの方は、ワクチン検査パッケージの方は医療機関を対象とするってことになってるんですか。その辺は PCR 検査ですから、そうです、そうです。すみません、感染症対策グループでございます。今おっしゃられた通り、同じようにですね、オミクロン等々の影響を考慮しまして、こちらのワクチン検査パッケージの方につきましても、医療機関等で行う PCR 検査あるいは抗原定量検査というふうに考えております。はい、他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、じゃあこの後担当課も残りますので、質問等またあればよろしくお願いしたいと思います。それでは以上をもちまして、知事の臨時記者会見を終了いたします。ご協力ありがとうございました。はい、どうぞよろしくお願いいたします。